食いそうだね。よし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 。どう？痛い痛い痛いよしよし。おお硬いよ。よしよし。おはようございます。どうも。どうも。TCですね。あの今日からね、謙虚に行こうと思ってます。あ、そうなんですか。いつもすみません、なんか大口ばかりいただいて。いや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 、とんでもないですよ。自然相手ですから。そうですね。それ今日どんな感じですか。まあいけるでしょうね。いけるんですね。やっぱ。お。何そんなに走って、いや青森回ってるって言ってたから。そう、ね、結構よく走ってますね。え、何入り外れですか。切れてる、切れてる。うわ、石積みは見えてるな。あれあるね、そんな取ってきますね。まあ、ほぼ触ってないですね。丸々残ってる。お、やったね、メジャーだね。あれ浅かったしげちゃん、やっぱり浅い、そんな浅くない、浅くないよね。それでいいとこかかってるもん。 あるあるあるぶり上げたか。よし、当たった。あー、ダメだ、ダメですね。あ、針がちょっと伸びてるわ。あ、さあ行ってるね。あ、行った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 。やっぱそう考えると浅いかな。今の見てると浅いね。木を005単体に変えて、ハリスひとひろ。あ、スタイは、もう矢引きぐらいかも。もう矢引きぐらいかもね。よし。30ジャストぐらいかな。だけど、痩せてるね。すごい痩せてる。で31とかですね。31センチ。ちょっと痩せてるけどキープしよう、キープする。これで31ぐらいです。
ね、本当ですよね。この後分かんないからね。そうそう。ちょっともうハリーのサイズ上げよう。ハリーを6号に上げました。浮いてきた？オッケー。なるほど。少しサイズアップしたかもね。よし。これちょっと太鼓あるね。お、35。まあもう食ったね。もう食ったよ、しげちゃん。あ、もう食った。もう今一瞬だね。うん、もう今もうだって着水した瞬間だったよこれ。カラマンボ走ったもんね。釣り券のやつですね。当たったね。当たった。もうちょっと。来たね。一広ぐらいでなんか来たね。あ、これ。誰ですかこれ。シマアジかな。シマアジだ。シマアジが来ました。シマアジですね。これは何かわからないけど取った。何かわかんないけど。あれ？なんだこれ。イスズミだ。イスズミ。ちっちゃかったですけど。
ね、ああいいよそこだ。これすべて見せちゃうとやばいし。ああなるほど。そこの行ける行ける。よしえちゃん行ける行ける。うん行ける行ける。ダメだね。一瞬口使ってるもん、ね。ああ使ってる、ね、はい。また浮いてくるよ、はい。ああ、そのままだ、そのまま。あ、食いそう。食ったんじゃない？あ、食いそうだね。よし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 。どう？痛い痛い痛いよし。だからどうすんのこれ、タモもなくて。おいよ、硬い硬い、よしよし。よしよしおー、硬いよ。よしよし。どうする？持っていける？今日一番いいとこにかかってる、ね。今日一番いいやつですよ。うん。やったね。見て、こんないいとこ、ほら。いけます？うん、ちょっと取ろうか。ママでかいし。ママでかいでかい。お、来た来た来た。ちょっと深めでしたね。ねえ。価値あるチビ。うん。それは価値あるね。これちょっと価値ありましたね。うん。2キロぐらい。いや、3キロぐらい。3キロ。じゃあ下で食ってんだな。よし、じゃあちょっとしげちゃんのヒントに頑張ってみましょう。よし。なんだこれ、ああイサキか。うん。イサキだ。やっぱ深く入れるとイサキなんじゃないですか、しげちゃん、これ。イサキ。うん、深いですね。ハリスは2キロぐらいだけど、そこからさらに1キロぐらいは入っていったもんね。もうメジナとイサキ同じぐらいの棚かな。水中機 2B。当たり行き B の仕掛けに変えました。ハリス2広、誘導1広ですね。重りは打ってません。残りますね。見広ぐらいまでは残る。今ちょっとそれ以上ちょっと入れてみますけど、もうちょっと深く入れてみましょう。だからたまにスズミは浮いてるんだよね。うん、うん、それでもあのあれがイスズミいる、ほらその下に。いやこれ多分ね、これなんだろうな、あれムロじゃないか。ああムロかなと思って今ちょっと油断してたけど。あメジナだ。じゃあしげちゃん浅いわこれ。うん、もう全然水中機入る前に食ってた。うん、うん、分かんないね。お腹はちょっと浮いてるかもね。綺麗ですね、お腹だけど。うん、そうしないね。イスズミはだけどたまに見えるよ。よし、30センチほど持って帰ろう。あるじゃん。ある、30ちょっと過ぎたくらい。浅いところで食った？かかった。かかった、深いか。メジナ、メジナ。お腹っぽいね。お腹っぽくない、このしつこさ。口太だね。抜いてないぞ。いや、いいよいいよ、抜かない方がいいよ。もうぬ、うん、もう横着しない方がいいよ、しげちゃん。すぐ抜き上げて。もう慎重に取らないと。うん、30ある。あ、いいね。
浅いでしょうね。あ、違う、イサキじゃないこれ。イサキだ。うん。イサキですね。ちょうどいい。これはいいんじゃないですか。何センチぐらいかな、イサキ。そんな大きくはないですけどね。ちょっと痩せてるし、28センチとかのイサキです。いや、そうそう、もうね、ガンガン張ってるんですよ、今これね。メジナですよ、これ、シンシン、これ。これはメジナ。メジナよね。イスズミっぽいな。イスズミっぽい。うん。元気だな。もう早い段階で当たりましたもんね、これ。これが浅いとこまで行けるんですよね。ハリス2ヒロ取ってるじゃないですか、ね、ほんでね、2ヒロのハリスの真ん中にジンタンの7号打ってる。よし、あ、いや、イサキですね。イサキ、ほら、うん、入ってる入ってる。うん、なんかイサキがちょっとサイズアップしましたよ。いいサイズになってきた。超えた。30のイサキですね。シャナイス。あ、浅かった。これ？そんな浅くないですよ。うん、浅くない。一ヒロ、あ、二ヒロ弱ぐらい。うん。はい、オッケーオッケー。うん、オッケー、いいですね。あ、いいですね。よいしょ。キヨ単体の0と005の間ぐらいの浮力に変えて、ハリスは二ヒロですね。誘導は一ヒロ取ってます。ノーガン。これでやってみて。棚がね、ぶっちゃけ分かんないですよね。上に浮いてくるメジナが見えるんですけど、二ヒロぐらいで普通に食ってくる。
なんかこれ変な塩ですね。ガー当ててきますよね。これ当ててるんですよね。左に行ってるんですかこれ。左に行ってるんだ。早いですね。おめじだ。しげちゃん見た。足元にいた。足をすぐそこ。今浮きがあるこの辺ですよ。本当足元だった。でかいですね。これいるんですよ。これ近くに。そう、もう遠投すると速い潮入ると狙えないからもう足元になった人です。受ける。ゴゴゴコツコツブヨンって。しかもまあまあいいサイズですよこれ。うん。もう足元でいいじゃん。もう難しい大きい攻めなくて。いいところかかってる。棚は買えずですね。だからただグーッと早いから張ってたよね。張ってるから全然浅いところで食ってきますよ。多分一広もないぐらいで食ってるんですよこれ。35ですね、これもね。35センチ。うん、早いね。ダメだ、際で念仏食っちゃった。あそうですか。しげちゃん、浅いところにもイサキいたわ。え、浅いところにもイサキいた。これまあまあのやつですよこれ。イサキ、うん、こう浮いてるんですよこれ。うん、もう30近くある。